炊飯器さん、しのみんでくれありがとう。たくししのみやるの3月26日で、デビュー半年を迎えまして、まだ生後半年だけど、ここまで順調にね、やらせてもらえて、とても感謝です。しのみやからしたら、この半年早すぎて、台風の目にいるさん、しのみやはわかる？本人だから。いや、マジででもまだ全然さ、新人気分なのに、しのみやは。新人気分なのに、いろいろなところでさ、しのみやよりも新人のさ、VTuber さんとかがさ、次々と産声を上げてて、こうやって新人じゃなくなっていくんだって、めっちゃ思った。先輩になっちゃうのかな？そのうちしのみやも。どう？しのみやが先輩になったらみんな。しのみや、でも、別に先輩って呼ばれたい願望みたいなのがないから、全然、うんけどな。なんて呼ばれたい？わかんない。ルナちゃんとか。おい。やめようよ、この話。いや、なんか別に、先輩ってでも呼ばれる願望ないんけど、ウィスポの伝統文化みたいなとこは、あるっちゃあるよね。先輩、みたいな。でもなんか、しのみや先輩、ちょっと長いんかなと思って、しのみやがさ、長いかなーって思って、から、まあ、なんか、いい感じに、呼びやすい感じに呼んでもらえたらもういいかな。もはや先輩じゃなくてもいい。ルナさん。いや、なんか、先輩やイサンドが逆に距離感じるな、でも。しのみやがベースポの面接やる可能性あるの。わかんない。でも、しのみやには一回もう回ってこない、その話。適材適所なんじゃない？やっぱしのみやは、向いてないよ、みたいなね。向いてないよじゃないかもね。まだ、自分の配信に専念しときなよ、かも。いやー、わかんない。なんかさ、面接の時の、しのみや、なんかもう、緊張でなんか、記憶飛んでんだよね。だからなんか、どういう雰囲気だったかあんま覚えてなくて、なんかでも、後悔したのは覚えてる。うわー、ちょっと自分勝手な動きしすぎだなー、みたいな、もうゲームの勝ち反省した。でも、なんか受かった。やったー。